フィリックスが行ってあっちだよな。 結構遠いな。 家族みんなで明るい生活。 だとさ。 本当遠いな。 ルシなのに家族なんか。 そう言うなって。縁がねえと憧れるんだよ。ま、いつか手に入れるさ。セラを助けて、コクーンも守って。どうやって？うん。どうしような。俺はみんなを守りたいけど、みんなルシを嫌ってる。それでも傷つけたくねえし。 けど、諦めなけりゃどうにかなるさ。ルシだって希望ぐらい持っとって。どうでもいいよ。ルシの希望なんて殺されるだけなんだ。 何が希望だよ。そんなもの、もう。おい、待てよ。
任せない。 ここらに何かありそうだよな。 敵なし。 Yeah.
息が合ってきたな。聞きたいんだけど。なんだ？家族に憧れてるんだよね。じゃあもし家族を奪われたら。取り返す。取り返しがつかなかったら、誰かのせいで奪われたら。そりゃ許せねえよ。なんだ突然。どっか痛むのか？あそこで少し休むか。おれ、
それ好きじゃない。うん。そっか。俺は好きなんだけどな。ママ。ママってば。ダメだ。スノー。あんたの希望って。さっき言ったろ。セラを助けて、コクーンも守って、家族みんなで明るい生活だ。ま、先は長そうだが。短いのかな。どっちにしろ希望さえあればなんとかなる。武士だろうと関係ねえ。生きて戦える。戦って人を巻き込んだら、あんたが生きて戦うために誰かの希望を壊したら、死なせたらあんたの責任は。その人たちにどうやって償うの？償えるかよ。死んじまった相手にどう償えってんだ。もう取り返しがつかねえのに言葉で謝ってどうなる。最低だ。巻き込んでおいて何なんだよ。ああそうさ、巻き込んで死なせた。すぎて分かんねえよ。償い方も謝り方も。今は前に進むしかねえ。償い方が見つかるまで戦って生き延びるしかねえんだ。何が前に進むだよ。言い訳にして逃げてるだけだ。じゃあ責任取って死ねばいいのか。そうしろよ。ノラ・エストハイム、母さんの名前、あんたのせいで死んだんだ。お前が、お前だったのか。ポンプ。Thank you.